縄にやってきました。イエイ。2年ぶりですかね、はい、で今回はまあ少し大人っぽい感じというか、そういったところも撮っていただく予定なので、はい、楽しみです、はい、ちょっと成長した私というか、はい、2度目ですね。でもその時は恋するフォーチュンクッキーの時ですかね。私自身をこんなにたくさん撮ってもらうのは初めてですね。
っていう、ね、冒険も写真集並ぶようで、おばあちゃんばっかりですよ何してんだと思ってるだけでした。あーかっこいい。グラビアでもなかなか出せない。まあ外して、うん、あーいいですね。ね、うん、
今日はこれで終わり。すごい。頑張った頑張った。こんな暗闇中撮影するは青ことじゃないね。すごいね。でもこれでこれいい緊張感できてね。ね、不思議でしょ。あんな暗い中でで。その中で不安の中での不安な不安の中でのなんか希望が出てくるような素晴らしい。行きましょう。いやー、なかなか想像していた以上の大変でしたね今日は。クールで、まあ、もちろん普段はなかなか見せられない部分で、かつこうちょっとアーティストっていうか、アートというか芸術っぽいところも、そうですね、はい、どれもすごいなんか撮ったことないようなものばっかりだったので好きだったんですけど、個人的にはあのやっぱりどこかのバイクですかね、かっこいいなと思って
そうですね、これで朝日をバックにいい写真が撮れました。トロピカル夏な感じが沖縄にぴったりです。すごい寒いですけどそうですよね、眩しい感じが、まあ、その寒い感じが出てなかったら大丈夫です。朝光が柔らかいからね、だから寒いだけど下着を撮ったら、ね、柔らかい、全然できる、うん、こうポンってなってるね、こういう方の風ね、やってね、ね、それでしょ、足を方にね、あ、ね、さっきはもっと向こう行ってる、もっと前来れば、これは足のもっと長く見える、そういう感じ。そうそう、最初はもっと向こう行ってるじゃん、ピュッとで、来ればこれほどな、これ広いかね、ほんとワンポイント、向こう向いてるかこっち向いて、全然綺麗。ファッションしようほど、ファッション基本的本当にポーズとこう、その風とかね、角度とか下げてると上げてる時も首切れ目にして、ポーズね、強さに受け付け、うん、綺麗、ね、追い抜きましたよ。
大丈夫です。聞いてきたら聞けない。と思いながら。わかりました。うん。ちょっと待って。うん。あ、大丈夫。すごい豪華な朝食。豪華。豪華。すごい豪華。そうですね。グラビアの時はあんま食べない。うん、おいしい。あんまりない。あるの？でもほとんどが普通なんで、あんまりこだわりもない。カップラーメン。そう。カップラーメンはこだわります。うん、意外。うん、ちゃんとご飯食べてそう。あの、偏食なんですよ。うん、好きなものはみんな何で食べても面白い。食べ続けるタイプなんで。うん、毎朝は、うん、ちょっと前までくるみパンを半年ぐらい食べ続けて、今ちょっと変わってブランパン、はい、健康食。今日は、ね、健康食ですね。フルーツですね。今日この気持ち朝なんで加藤を取ります。明治製パリだよ。
てるのかな。ミラルやば、何人ちょっとバリ風な感じだね。うん、バリ風な感じ、外人っぽいね。やばI'll light the way.
いいよってもう決めてもらったらそれでいけるんですけどね。それでね、どの馬に白い馬に蔵のせて優しいのはジャイリーよ。はい、じゃあね、スポッテでしょ。かわいい。今日は1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 95, 96, 97, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 95, 96, 97, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 95, 96, 97
れてない。そう、これが住んでほしい。じゃあ俺がちょっと落ち着かせるな。ちょ、お手、お手ゆっくりしよう。はい、いいね、いいね。あ、いいね、いいね、こっち見て。いいね、いいね、いいね、いいね。こっち見て、離すよ。よ、よ、あ、いいね、いいね。いいよ、そう、いいよ、いいね。あ、入りました、喜んじゃった。あ、喜んでる。こっち見て、よ、よ、こっち見て。お、いいね。いい、いい、いい。すごい、すごい、やば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 い。お、お、いいね、なんか、よ、せーの、なんか。あ、いいね、いいね。あ、すごいね、いきなり。えらい。あ、ふーちゃん、のしだか。あれ、してんの。お、お、お、頑張って。これはこっち。あ、かい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 。イエーイ。こっち見て。いいね。あ、カメラ目線で、あ、これも。えらい、えらい。素晴らしい。かっこいい馬。本格的なウエスタンブーツ。乗馬ですね。でもなんか前に牛が大好きで、牛の写真を撮るのがすごい好きな人がいて、なんかまず仲良くなるためにすごいこう、なんていうんですかね、スキンシップ的なことをたくさんしたら心を許してくれるみたいなのを言ってたんで、馬もそんな感じかなと思うからちょっと撫でてあげて。はい、ナイス、かわいいじゃん。いいよ、すごい。あの、こそじゃあ行くで、せーの、入る、またがんで、あ、すごい、また、上手。いいね、いいね、いいね。それで高い、一応ね、動き出したらこれちょっと引っ張ればブレーキだから。わお、いいね、いいなる、かっこいい。あ、カチューシャ入ってる、いい感じよ。
こういうのみんなでこうしてきて、大丈夫、ポテトとか触っても大丈夫よ、大丈夫ですよ、シルブ、もう止まっちゃった、止まって、オリジナルですか、オリジナル、おいしい、うん、クッキー&クリームです、それにチンスコープラッシュ、うの写真集の時に結構もう日常っていう感じで結構ラフなショットが多かったんですけど、今回は水着だけじゃなくって結構ファッション的な感じのポーズも多いので、こう、まあ、打って変わってというかカチッとキリッとかっこいい感じのものが多いですね。ナイスかまし、よワンドだったり、よワンドワンフロー、撮影入る前に打ち合わせを一度レスリーとしたんですけど、その時もなんかさやかはこういうのが合うよねっていうなんかいろいろ意見してくれて、なんかすぐライダースとかそういうかっこいいのが決まると思うよって言って、もうすぐそこはもう案として入りましたね。結構話が通じるというか、こんな写真に関してはこんなもん撮りたいですとか全然ないんですけど、なんか服装であったりとかそういう点はこういうのが好きです、例えばロックが好きですとかギター持ってみたりとかそういうのはよくしてますとか、そういうのはしてたらこう取り入れてくれて、自分好みのものが、1, 2, 3
とはその場その場でいろんなこう、なんやろ、そんなことするみたいな発想がすごい浮かぶので、レスリーが面白いです。そうですよね、なんか幻想的というか。あーわー、あの大きな道路でバイクにまたがったかっこいいやつと、あとは初めてやった乗馬ですね。いやもう可愛いなって思いました、あのちょっとの時間で。なんかそういう自然な感じも撮ってもらえてよかったし、ヒッピーなファッションも可愛かったですし、いやイメージ正直できなくって、なんか撮る前はなんかいろいろ話してくれてたんですけど、なんかあんまりそれが想像できなくて自分に置き換えてだったんですけども、撮影始まったらもう撮るたんびに今こんな感じのが撮れたよってすごい丁寧に見せてくれたりとかしてて、本当になんか世界観がすごい一枚一枚強くって、もう想像以上でかっこいいです。これはわかりますかね、もういわゆる彼シャツみたいな感じで、なんか彼が着てる大きいシャツを着た彼女みたいな。似合ってますね。ありがとうございます。まあでも絶対こんな人いないですけどね。なんでまあそのなんやろ、日常っぽい感じ、ここを渡そうっていうことで、もうメイクもほとんどしてないです。うん、すっぴんです。はい。じゃあ最後ですが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい。
カップのサッカーを多分ほとんど世の中がみんな知ってるし、みんなが好きだし、もう一つ私が言ってたのはそのちょっとダークサイドサッカーでも、ダークサイドでもポジティブダークサイドがあるから、そのダークサイドの中であのサッカーの その色の中では、心の中では色があるという気がするな。決してパステル色じゃない、でもただのポップ色じゃない気がしてきた、大人の色が。あのね、オン持った瞬間、昨日の1カット目でおうと思ったよ。それ2カット目、さすが鏡見た時、多分ちょっと変わって、ちょっと撮影としては普通の撮影と違って、なんていうかな、サーカーもなんかちょっと不思議になってるでしょ、なんか、どうすればいいっていう、なんか、その自分の気持ちがあるから、そこが私とってすごい大事。そういうふうにね、どうすればいいっていう不安の中で、不安の中で自信をつけてもらいたい。それが私結構自分しちゃった時に、まあその不安の中でをちょっとだけ不安持っていて、そこで不安の中で自分を自信つけられるのシチュエーションが結構持っていくかと思うかな。なんか私の写真の作るのなのジャーニーの中で成長してきた気がする。だから最後写真撮れたかなと思った。ポイのピーナッポースターみたいな感じで、髪毛ちょっとあれ上げたら全然違うね。髪毛
いや今日はちょっと時間が空いて改めて1日3時間ぐらいだったんですけど、撮影時間はその短い時間とは思えないほどすごいたくさんのカットを撮影してもらって、なんか何やろ、はい、本当に沖縄に負けないぐらいの内容でした。あ、でも撮影を通して思ったのは、こういうやっぱ何やろ、スタジオだったりとかお部屋で撮るのすごい綺麗なんですけど、外とかあとはその窓越しの自然光というか太陽の光を利用した写真とかはやっぱすごいなんかナチュラルで綺麗だなと思いました。あ、一人の時はグラビアとかはもうあくまで決めた感じのものが多いですけど、やっぱメンバーがこう入ってくることによって何やろ、一人の時よりも空気が柔らかいというかラフな感じで、うん、出せますね。おとなしくはないですけど、あんま出さないので、人見知りなんで、そういうまあ親しい人が近くにいないと、まあ、まず出ないので、メンバーがいるとだいぶ違います。重いですよね。今年ですか。そうですね、なんかすごい個人としてもすごく充実してた1年だったので、うん、なんか走り切ったなっていう感じです。やり切ったなっていう。Thank you.
そうですね、NMB48 も5年目に入るので、なんかこう一つ前のシングル、まあ、一番新しいシングルで初めてこうセンターが変わってっていうことにチャレンジできたので、またそういうことが今年もしてきて、まあ、さらに新しいメンバー、注目を浴びるメンバーが増えればいいなと思いますし、個人としてもまあ、2014年の1年間で自分がやりたい音楽の仕事をたくさんやらせていただいたので、それで自分も自分で曲を作って、それをまあ披露できるような場所があればいいなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございました。